ペーパーアイドル。夏のウェーブに乗る爽快、熱い核変の風爽快、ラッキーを超えて最高に最高いいせので幸せビュー、ケーキ熱さま。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組はインターネット時代にアイドル未満代から誕生したアイドルがお送りするトークリライバリーの盛りだくさんの30分番組でございます。私を務めますのは笑ってるよ、笑ってるよ、疲れてるかな、疲れてるのかな。家が田舎だから今日朝起きるのめちゃくちゃ早かったです。私木山下若菜と言います、よろしくお願いします。わーちゃん。はい、SIR ブラック担当です。見せる、こびる、なし遂げる、怪盗ブラックダイヤのウータンことヤナスユキです。ウータン、今日も出ちゃってるよ、未亡人感。ウータン疲れるとすぐ未亡人感出るから、頑張ります。頑張りましょう。はい、行きたいと思います。オレンジ色担当してます、SR センサーセンターです。元気の一本釣り、オレンジパワースポット、元気マリマリ、大崎マリナです。今日も元気によろしくお願いします。マリマリ、ありがとうございます。はい、サモンピンク担当のキュートな笑顔は時知らず、目をそらしたらガオーだぞ。サキちゃんこと桜井咲です。サキちゃん、しか寝てないのでガオに覇気がないですが、ガオです。ガオじゃあご本家がやればガオになりますよ。ガオ。はい、SIR6 期生パステルパープル担当のアジライのパープルハート、予測不能のおてんぶガール、キノタンこと木下優です。キモタン、キノタン、ちょっと確かに今日本当に化粧崩れがやばくって、うん、化粧濃いめにしてるからいつもよりちょっとキモタンかもしれないけど、いつもより可愛いです。キモタン、6期生プリンローを担当しています、動けて絡めるぽっちゃりプリンセス、さやなんことトネさやなです。さやな、今日はですねプリン色に生まれててよかったって思えた一日でした。よろしくお願いします。なんで、なんで、いろいろあったからね、いろんなハプニングがありますよね、はい、私たち SIR はサンスポ PS リポートというですねフリーペーパーで活躍するペーパーアイドルなんですけれども、はいはい、本日ねチームデビルみんなちょっとテンションがおかしめでございます。ですね、あのあるお仕事をしておりまして、はい、で、まあ、集合がむちゃくちゃ早くって、うん、みんなも夜起きて、でもう夜も明けきらないうちに集合して、で車で移動してとかってやって、これね今7時から公開収録してるんですけど、うん、6時半ぐらいにやっとご飯を食べれたっていう、そうなんですよ、夕方の6時半にやっと。でもね、やっぱり、うん、朝、うん、まだ夜が明けてない朝ってすごく素敵だと思う。未亡人感しまえ、未亡人感。だから後から帰ってきたからすごい未亡人感あるよ。やめとけ。さあ、この番組はですね、浜松町文化放送サテライト、ね、スタジオから、はい、公開収録でお送りしておりますということで、はい、ね、もう先日、はい、SIR 総選挙2017で優勝して制作された、はい、大崎まりなセンター楽曲つまり日だまりハッピーライブがライブで披露されました。イエーイ、この話は前回エンジェルの時もしてるらしいんだけど、何言ってんだバカ野郎、こっちがセンターいるんだぞっつってね。いやいやいや、そうだそうだ、どうなの、楽しかったね。やった、エンジェルのがいい話してた。いや、なんかこの曲は歌詞にもなんか注目してもらいたくて、うん、マリマリって聞こえるじゃないですか、うんうん、なんか私入れたいワードをね、うん、いっぱい送って、うん、歌詞も結構制作したんですけど、うん、まあ、ほとんどが採用されなくって、まあ、でしょうね。そう、でもなんかうまいことね、こう元気マリマリって聞こえるような言葉とかをなんか隠して入れてくださいって言ったんですよ。そうそう、つまり日だまりっていうのもすでにマリが中にこう入ってます、マリマリみたいな言ってくれ、言ったんですけど、うん、そしたらもうすごい元気マリマリ、もう大フィーバーの曲じゃないですか、元気マリマリなんて言ってるのでしょうね。そう、なんか歌詞に隠してって感じだったんですけど、うん、なんかいかにもこう大々的に出してくれて、うんうんうん、なんか嬉しいような恥ずかしいような、なるほどね、そう、でも思い出深い曲になったので、ぜひ皆さん、うん、SIR 代表の曲になるように一緒に盛り上がって聴いてください。今回ね、タオルを回すって演出がついてますんで、はい、初めて SIR のライブに来たよって方もね、一緒に盛り上がれる楽曲じゃないですか。 それが言いたかったんですよ。いや言ってくれ、じゃあ言ってくれ。初めての人もこうね、一緒に、うん、意味わかんなくてもタオルやってれば空気感に乗れるみたいなの、うん、あ、いいこと言うね、ポモッちゃん。褒められたんで今日一日頑張ります。今夜もペーパーアイドル発行します。黄色水着とどめは全力スマイル。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユアイドルパスの提供でお送りします。
でですね、まずは最近の SIR の活動についてちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、はいはいはい、もうね2日前の話なんですけど、うん、ね、こちらの方、ね、収録上の話で申し訳ないですけど、うん、パチツキ公開収録秋の大運動会というものがありました。楽しかった、楽しかった、お二人ですごい筋肉痛なの、ね、本当に次の日に来た人はい、あ、未亡人、待って、私いつも運動してるから筋肉痛来てないの。ね、桃井香織さんですか。ちょっと今からもしかして出てほしいんだよ、出てほしいんだよ、あーだね。今晩ね、あと SIR 秋の大運動会というのは SIR 結成史上初めてのことで、でもやりたいなって話はずっとしてた、そうだね、出たん言ってた、総選挙の時のあのショールームの特典で今回実現したわけなんですけれども、ありがとうございます。あのね、これ謎の企画がね、なかなかいろいろあって、普通さ、SIR がリレーするのみんなが見るとかさ、綱引きをみんなでやると、それわかんの、ファン対抗リレーという謎の競技があって、なんやかんやあれが結構盛り上がってたけど、盛り上がってたけど、走る側の人たちもこれ需要あるのかなって言いながらやってた、ずっと走るっていう、エンジェルマンとデビルファンに分かれて走る。でも思った以上にファンが早かったね、なんかその日やってたとか言ってたけど、そう、かけてきてくれたよね、きっとその日のために全身全霊でやってくれてたから、めちゃめちゃ白熱の戦いでした、ね、まあ、でもやっぱり一番盛り上がったのはメンバー対抗リレー。盛り上がったよね、でも盛り上がった、盛り上がった、やっぱ意外と足の速い運動神経がいいって言われてた人たちが、まあ、いたわけだけど、ちょんまるとかがまあ運動神経いいよいいよってずっと言ってたわけじゃん、活躍した？あのね、結構年を感じたね。過去の栄光だったのかもしれない。確かに私あのすごい運動神経悪い悪いって言われてて全然できなそうって言われたんですよ。でもなんかさきちゃんってすごいのかなと思って、同い年なんですけど、もうめっちゃ衰えてた、え、さきちゃんのイメージと思って。でも前に5年間 SIR 入ってるんですけど、SIR5 年間でめっちゃ身体能力上がってた、上がってたんで、逆にね、そう、今まで学生の時何もやってなかったけど、SIR 入ってからレッスンするようになって、多分リレーめっちゃ早かったんですよ。一人だけこのフォームがこうだったガチだ、そうそうそう、ありましたよね。でもウータもめっちゃ早かったんです。まあね、なんか私本当に運動神経悪い悪いってね、やる前めっちゃ言われてて、あの正直運動会の SIR の中で MVP 上がらせなんじゃないかなみたいな、いやそれはないかな、マジなんかなみたいな、それはないかな、どうすか、すみません、ちょっと調子乗りましたちょいちょいするとこあるし、あのみんなから言われてて、わっちゃん怪我しないでね、怪我の、すごくあのバスケットボールをシュって誰かが投げたやつが地面に落ちたやつを拾ったの、骨折ってるから伝説の地面のボールを拾って骨折るっていうことで、リバウンドしたってこと？そうそう、リバウンドって言われてリバウンドに届かなくって、で下に落ちたボールをえいって拾ったら骨折ってたからっていう経験があったから、なんですか、球技 NG だったんですけどえ、でもあっちゃんすごい厚底のスニーカー履いてる、そう、挑戦的だったよ、ほんとなんかあのみんなにそんなに心配されるとは思ってなくて、あ、基本的にヒールスニーカーしか持ってなくてですね、で、なんか大丈夫、足くじかないみたいなこと言ってたんですけど、めちゃくちゃ足から上がったんですよ、私まあ普通買うよね、買うよねでも何事もなくよかった、よかった、よかった。その後はですね、はい、あの屋形船での SIR ファンと皆さんとの楽しいクルージングというのもあったわけですけど、楽しかったね、屋形船初めてだったでしょ、そう、初めて、人生初の屋形船で、なんかあのお食事しながら船に乗るっていうのは、なかなか新鮮なものでござるな、あのね、あのすごい嬉しかったことが、あのやっぱまあファンの人たちと喋れたこともそうなんだけど、外で撮影会みたいなのをちょっとやったみたいな、あの時にあのウータンとキノとフィーフィーって言ってたら、いっぱいカモメが寄ってきて、カモメ呼んでたね、キノが一番多かった、キノがめっちゃカモメ呼ぶの得意で、ほんと集めた、だから最初ね、カモメ氏、カモメ氏2話しかいなかった、そしたらそっからキノがみたいな、ずっと上手くなってる、そう、だって上手くなってる、やっぱり、なんだよ、カモメ氏、なんだよ、ほんとに寄ってきたね、15話くらいになってたよね、最初に、確かになんかカモメをパタパタこう寄ってきて、なんか声する方行ってみて、なんでおめえ誰だよみたいな、これで浮かんでこうやってきたら、誰だよお前、こっち声知らねえよみたいな感じで、すごい、そんな顔されたわ、そうね、昨日の新たな特技を見つけてしまったな、今後特技の欄にカモメ氏って書くってなると思う、そうだね、そういうトリトリね、オーディションとかめっちゃ受かっちゃうかもしれない、カモメ氏、どんなオーディションカメモエを呼ぶことができますめっちゃカメやん、カモメめっちゃカメやん、特にあの屋形船はあの、はい、他にもですね、メンバーが浴衣を着て登場したこともあったので、そんなようなね、いろんな楽しいことを SIR やっており
ますということで、今後もねいろんな楽しいことをやっていくんですが、まあなんかね今後楽しいことっていうかさ、うん、まあもうこれ放送上がさ、あの二人さ、そうだ、大阪行ってる、いないんだ、あ放送される頃に、バイバーイ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 、 SIR ワンマンチケット強化週間が発表されました。イエーイ。さあこれ9月27日から10月10日までの約2週間、6期生エンジェル、デビル、要はまあ、エンジェルデビルの中の6期生抜きみたいなことなんだけど、要は4人4人4人の3チームに分かれて、各チームワンマンライブのね、東名阪のツアーのチケットがあるんですけど、東名阪、そしてあの札幌のチケットを合わせて各チームよ、各チーム200枚ずつ売ろうじゃないかという強化週間なわけでございます。ということで、この期間はねライブを激増して、チケットをご購入いただいた方にはチェキ券を1枚プレゼントということになっております。でこの強化週間、本当に一番大変なのはあのもしかしたらあの6期生かなということなんですが、6期の4人があの大阪に、住み込みで武者修行に行ってくれると。イエーイ。そうなんですよ、羨ましい。どんな家に住むのかも分からずに、そう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 、行くのでめちゃめちゃ怖いのと、帰ってきた時に関西弁で喋ってしまうんですよ。確かにそれはある。そんな2週間ね、分かんない、結構流されやすいタイプだから。でも2週間いたら慣れでしょ、だって留学とかも2週間とか言うじゃない。そうだね、確かに、うん、おきにみたいな感じで帰ってきちゃうから、ね、でもしかも毎日その模様をショールームで生配信するんだって。あ、じゃあ徐々になってくすぐさね。ちょっとやっちゃう、流しとけばいいんじゃない、部屋でずっともうショールームなんか、うん、ライブもやるし来店もやるし、うん、なんかその共同生活してる家でなんか、うん、あのレッスンしてる様子とかも生配信してくれると。一番いいじゃん。つまりはね、一緒に住むということは、うん、私たち自分たちご飯も作らなきゃいけない、洗濯もしなきゃいけない、掃除もしなきゃいけない。うわ、なんか誰が一番そういうのやんなそうなの。トネちゃん。トネだ。待って待って、しかもね、寝相悪そう、寝相、待って待って、トネちゃんは本当にだらしないよ、もしかしたら。もしかしたらね、そうだ、そうだ。待って待って、お弁当ぐらい作ってたから。いやでもほらお弁当作んないじゃん、の大阪では。作んない。でもお料理作ってくれそう。でもさ、あと2人いるわけじゃん、ロッキーの2人が、西野彩とそして平塚優香で、このね、キノタン、そしてトネちゃんの4人で行くわけじゃん。だからさ、喧嘩すんじゃねえかと思って、どっかで、みんなね、ロッキーって仲いいのは仲いいんだけど、私もすごいあのお泊まり会とかもするけど、仲いいからこそ、仲いいからこそ、そうそう、仲いいからこそ2週間も住んでしまったら、何かしらいざこざるんじゃないかっていうのが、いざこざる、めちゃめちゃ心配で、ぐちゃぐちゃになって帰ってきたらどうしよう。でもあのキノが唯一あの争いを好まないやつだから、そう、あのもしなりそうになったら、あの部屋4等分する、ガムテープで分けよう。そうだね。というわけで、しかもね、この強化週間終わりましたら、なんとですね、10月中旬に SIR 全メンバーでショールーム24時間生配信が決定しております。やりたかったんだ。題して SIR の24時間生配信、愛は SIR を救う。大丈夫ですかね、この名前使っちゃって。サブラー。黄色い T シャツね。この強化週間中にみんなあの各チームですね、チームエンジェル、チームデビル、そしてチームロッキーがそれぞれ200枚を目指して、まあ、チケットを頑張って売っていくわけなんですけれども、はい、これで売り上げがね一番高かった順に、その24時間配信のうちの8時間の時間割を決定することができます。つまり一番チケットが売れなかったチームはもう朝の4時とか5時とか誰も見ないんじゃねえかぐらいの時間に配信しなければならないと。やばいよ。なので、そもそも24時間配信するの大変なのに、誰も見ない時間にやるとえげつない心臓を持っていかれると思うので、まあできればそのね、チケットも200枚というのを達成したいし、達成した上でね、一番いいとこ行きたいしっていうことかな。でも6期生が一番達成しやすいんじゃないですか。あーでも ね、マリア的にはそういうの、だって知らない土地に行ってさ、もう一生会わないかもしれないけど、一生会わない。でもその人ライブに来てくれればまた会えるじゃん、からなんかそうやってさ、いっぱいさ売りつけたら、売りつけたら言いたい。もしかしたら一番売れるかもしれない。そうだから、それについてチームデビルのリーダーがめちゃめちゃ心を病んでっから。そうだってさ、もうすでにね、コアのファンの人たち買ってくれちゃってるから。そっか、こっから先はうちら新規さんをたくさん獲得してない、うん、東京だよ、狭いよ。え、じゃ
さ千葉とか埼玉行かない？でもただ唯一の救いは、うん、そのなうちらの結構つながりのあるアイドルさんと の、 そのあスリーマンライブ、スリーマンライブ、対バンとかにたくさん出るから、そこのファンの人と仲良くなれればもしかしたらね、そうそうそう、知ってもらいたい。もちろんあの東名阪札幌、そしてあのツアーファイナルのね、その全部のチケット合わせて200枚でいいので、うん、どこの会場のでも大丈夫。そうなんだ、そうだよ、エンジェルちゃんはね、北海道ね、いいんだね。さあ、というわけでこのコーナーはですね、最近の SIR についてお話をいたしました。この後は番組コーナーをお届けします。 SIR がお送りするパチンコパチスロバラエティ、回転 SIR のパチッキー、深夜27時10分から放送中。みんな見てね。さあ、ここからはこちらのコーナーをお届けいたします、うん、ペーパーアイドルライブ写真コンテスト。イエーイ、待ってました。こちらはですね、ペーパーアイドルの公開収録後に行っておりますカンナ無料のライブとの連動企画でございます。おうおう、リスナーさんにですね、ライブ中私たちの、ね、写真を撮っていただいて、それをねツイッターに、投稿してもらい、その中から私たちがベストショットを選んでいきたいと思います。人気コーナーよ、はい、ね、そしてですね、ベストショットに選ばれた方は素敵な素敵なものがもらえますので、ね、楽しみにしててください。なおですね、事前にスタッフさんがライブ写真を厳選してくれてますので、早速見ていきたいと思います、うん、それでは1枚目お願いします。あら、いいね、いいね、いいね、なんかザ・ペーパーアイドルのライブって感じ。あれだ、木の映ってねんじゃねえかな。木のがどこに、あれ、これ木のいるやつか、いないか。実はね、この企画やるの初めてなの。あら、そうだっけ。じゃあやり投げの時にやばかったの。あれはね、伝説の写真ね。なんだ、わっちゃんがセンターにいてさ、薄いのメカネのやつがちょっとメカネだから、すごいわっちゃんぴったりなんだよね。どうする、私の家でライブやってるみたいになってる。でもなんか5人ともね、笑顔で映ってていいんじゃないですか。続いて2枚目お願いします。おー、これどれ、マリマリ、マリマリ、どうやって何以外なんなの、以外なんなの。いや、俺前回マリマリかと、マリマリの写真を撮れちゃなと思ってみんなで話してたから。そう、それそう、さやのもそうだと思ってなかったけど、みんな撮れちゃう、そう、そっくりだと思った。そう、これマリマリですか。これマリマリです。あ、じゃあマリマリですね。なるほど。じゃあ続いて3枚目お願いします。おー、いいんじゃないですか。てっぺん目指して、あれ、これちゃんいいの、これフーコに見えるね、後ろのさ、あの違う違うで、これウーちゃんだね、これ私、ウーちゃん、私、ウーちゃんだよ、そうなんだ、ウーちゃん、ウーちゃんに見える。あそこにあると思った、見たいなって言ってる。私もフーちゃんかと思った、フーコに見えるね、なんでか、やっぱメンバーで見てくるのかな。え、でもキノはキノだと思ったよ最初。え、でもあなたこれ映ってないからね。あ、でもキノだって言われる。さあ、続いて4枚目お願いします。これどういう状況、ちょっと待って、これなんでスタッフさん選んだんですか。だってこの写真優勝だからね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、これ悪意ありません。優勝、でもやっぱりウータンといえばあの時計でしょ。あ、まあ、アプローチね、パパに買ってもらったね、5万円もする時計ですけど、家族全員分買ってんだよパパ、出費だったな。もういいよね。続いて5枚目お願いします。あ、すごいジャンプ力、すごい跳躍力、わっちゃんジャンプやば。ちょっとなんか やり投げしそうな。いや、またかよ。ちょっとやり投げジャスティンコンテストじゃねえんだよ。続きまして、また気になる6枚目お願いします。ちょっと待って待って待って、一つ聞いていい、今の笑いは誰に向けての笑いかな。いや、今日ウロちゃん出てくるな。あの番号入ってるからかもしんないけどさ、あの運動会とかでこういう写真あるよね。あの、で後で貼り出されてさ、あの茶封筒みたいなの持ってから書くやつ。いや、なかなか面白いな。続きまして7枚目お願いします。あ、感じでね、うん、全員捨てて、うん、なるほどなるほど、以上の7枚でございます。今日はウーチャンネルだった ね、 ね、もう決まりじゃない、決まりじゃない。優勝はロックンロールウータンで決まりじゃない。だって5万円の時計映っちゃってるしね。一応聞いておきましょう、うん、じゃあトネシア、あのどれが良かったと思いますか。いや、やっぱこれでしょう、ウーちゃん。アプローチがすごい映ってるやつ、はい、なるほど。あの、キノはやっぱりキノも一押しはやっぱウォッチの方が映ってるね。もうさ、みんなで結託しないで。まあ一応聞いておきましょう、サキちゃんは、サキちゃんはウータン、
アニマルも一緒に写ってるやつだね。マジでウータンはアユカ普段しないから、うん、だいぶアユカ表情してるんだって思って、うん、ちょ今なんて言ったん何何、まあ、いいこと言っただよ。いいこと言っただよ。みんなでいじりたいんだけど中国人のおばさんいるよ。いるよね。私はウータンの腕がパンプアップされて、いい腕時計が見えてる、やっぱあのウーちゃん、ウーちゃんがいいと思います。じゃあばっちゃんは、あの氷室京介さんの写真が一枚紛れ込んで、あ、ウータンの写真が何氷室京介さんかなと思って。いや私はね、普通に王道のね、最後の7枚目ペペね、そう、やっぱ武道館目指してますからね、あのパンプアップされたね腕時計の写真よりもそちらの方がいいんじゃないかなと思ったんですけれども、いやいやいや、まあ多数決の結果1、2、3、4、44票入りましたんで、はい、あれ何番でしたっけ、4番、4番5番ですかね、はい、バーナー、そうですね、4番の、パンプアップされたアプローチを見せびらかしてる柳瀬ゆきの写真、誰が撮ったんだろう、誰だ、撮ってくれたのか、鍋親父さんって方、おー、ありがとうございます、鍋親父、選ばれたよ。さあということでですね、うん、ライブ写真コンテストベストショットに選ばれた鍋親父さんには、うん、写真に写っているメンバーのサインを入れてプレゼントいたします。イエーイ。あれはレアだよね。レアだ。いる。だってアップルウォッチは、アップルウォッチからサインもらえないかな。あ、アップルウォッチからサインもらえないかな。アップルウォッチにインクつけてこうやって。大事なものだよ。パパがクレジットカード切って買ってくれたんだよ。クレジットカード持てないよ、なぜならニートだから。悲しいよ。聞かないです。それですね、ウエさんから DM で連絡がいきますので、はい、鍋おじさんお待ちください。おはようございます。では、最後にライブ写真コンテストへの参加方法をおさらいいたします。うん、公開収録後のライブでは1曲だけ撮影が OK となっております。うん、その間、その曲の間に撮影したライブ写真をツイッターで、ハッシュタグペーパーアイドルライブ写真と、ハッシュタグ SIR777 こちらのですね、2つのハッシュタグをつけてツイートをすれば応募完了でございます。応募の締め切りはライブがあった、週の日曜日の23時59分まで、今回でいうと9月の24日23時59分までとなっております。そして選ばれた方には運営さんから DM で連絡がいきますので、必ず SIR の公式ツイッターをですねフォローしてご参加ください、はい、また応募した、していただいた写真はが番組内で使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください、はい、ということでございます、うん、それでですね、面白かった、はい、皆さんこれからもね、たくさんの面白い写真、素敵な写真で撮っていただいて、素敵な写真がなかなか選ばれない。そう、なんか結構可愛い写真もツイッターで流れていたんですけど、前回私エンジェルの会に、ハジの会に参加したんですよ。エンジェル初めてのペーパーアイドルライブ写真だったんですけど、すごいいい写真ばっかり。なんかアーヤのファンの人がリストバンドをつけてアーヤに手を伸ばしてるとこにアーヤがこうやって歌ってるやつ、めっちゃ素敵な写真ばっかり。それ撮ろう、それこうやって、やろうやろう、やろう。ごめん、アップルウォッチ忘れたわけ。ごめんごめん、アップルウォッチ外してあげてるところということですね、皆さんぜひ、写真を撮りに文化放送へ遊びに来てください。以上、ペーパーアイドルライブ写真コンテストでした。イエーイ。皆さんこんにちは、私たちマネキケチャです。はい、マネキケチャの愛属性藤川千愛です。はい、マネキケチャの炎属性松下レオナです。はい、マネキケチャの水属性宮内凛です。はい、マネキケチャの闇属性中川美優です。はい、この度ラックユーボリューム5アイドルパス東日本版西日本版の表紙に私たちマネキケチャが決定しました。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、表紙の他にもインタビューもしていただきましたので見てください。はい、お得なクーポンもついてきます。皆さんぜひご購入ください。以上、マネキケチャでした。この番組はサンスポ PS リポートラックユアイドルパスの提供でお送りしました。さあ、早いもので SIR のペーパーアイドル、そろそろお別れの時間となります。
まあ、ここでですね SIR からお知らせがございます、うん、はい、私たち SIR ワンマンライブを開催いたします。各編2017当面ツアーということで当面半のツアーということで、手売りチケットも各メンバー持っております。それだけでなく E プラスでも皆さんゲットできますので、ぜひ皆さん E プラスでも手売りでも SIR のチケットゲットしてください。はい、そして SIR ワンマンチケット強化週間中でございます。なおね、もう今、はい、9月27日から10月10日までの2週間ですね。6期生、そして6期生以外のチームエンジェル、そして6期生以外のチームデビルの3チームに分かれて、各チーム200枚をこちら売ろうと頑張っております、はい、うん、はい、そしてこの地下この期間中はライブをですね激増し、チケットを購入いただいた方にはチケット1枚を差し上げておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そしてですねラックウェイアイドルパスのボリューム5東日本版も発売中でございます。こちらにはですね SIR のクーポンも載ってますので、皆さんぜひともご購入くださいませ。この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行います。次回の公開収録は10月4日、出演はチームエンジェルです。こちら収録後にはライブもございますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、そしてですね番組では皆さんからのメールを大募集しております。番組へのご意見ご感想、 SIR ラックユーアイドル編集部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net です。来週の放送はラックユーアイドル編集部のメンバーがお届けいたします。またですねこの番組は YouTube でアーカイブを公開しておりますので、うん、詳しくはペーパーアイドルのサイトをご確認ください。ということで、はい、最後は私たちのライブの模様をご覧いただきながらのお別れでございます。ここまでのお相手は山下若菜と柳瀬優希と元気まりまり大崎まゆねと桜井咲と日野丹こと木下優と曽根さやなでした。バイバーイ。ハマショーの聞かせていくよ。おい、一人部屋に帰りテレビつけ一息、いつもの顔ぶれと色とりどりの似たりあったり、ニュースキャスターが読み上げる原稿、でもよかったと自分勝手の主張を奪われた約束、絶望アドレナ